はい、どうも、白熊先生です、えー。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。 今回取り上げたいニュースは何かというとですね、ジャングルポケットおたけさんの性的暴行疑惑のです、ね、件についてですね、えー、皆さんです、ね、これ何かというと、実はです、ね、ジャンポケ斉藤さんがです、ね、今回、吉本契約解除になったということで、残りのです、ね、おたけさんと太田さんの2人で,です、ね、ジャンポケをです、ね、続けていくことをです、ね、発表したわけなんですね。で,ですね、この度この2人がです、ね、それぞれ X で,です、ね、今の思いを吐露したわけなんですけども、これがです、ね、なかなかですね、ちょっと見て 悲しくなるような切なくなるような内容だったんですね、まあ、今回はそれの詳細だったりとか そしてですね今回ね、ねあのデイリー新調さんの方がですね、えー、おたけさん、そして斎、えー、藤さんの妻、そしてですね斎藤さんのですねお母さんにですね直撃取材をしているわけなんですよね。で各々の,のですね対応が正直ね、ねまるで違うわけなんですよね。でその対応の違いからですね一体何が見えてくるのかっていうことだったりとかで特にですねお母さんの対応がですねちょっと見てて悲しくなったと言いますか、うん、辛い気持ちになった理由とはとかです、ねまあ、この辺について話していきたいなという,ふうに思っております。 えまずなんですけども、えー、今回のですね斉藤さんの件についてですねおたけさんと太田さんがですね X で今の思いをね、えー、語っていますこれからちょっといきましょうか、えー、まず太田さんはこう言ってますね、えー、このたび斎藤真二が起こした行動により被害に遭われた方、えー、関係者の皆様そしてジャングルポケットを応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますと、えー、17年間皆様に笑いを届けるため3人で、ね、頑張ってきましたがこのような形で応援してくださる皆様を裏切ることになったと。 てしまったことが本当に悔しくやりきれない思いでいっぱいですと、えー、これからのジャングルポケットに関してはおたけとしっかり話し合い今後のことを決めていきたいと考えておりますということですね。はい まあ、ジャングルポケットって実はこの太田さんがですね、ネタを全部考えてるわけなんですよね。まあなんですけども、まあやっぱり一番目立つのは斉藤さんなわけで、どっちかっていうとですね、ネタをどんだけ頑張って作ってもですね、なかなか評価されづらかったのが太田さんなんですよね。まあ最近はですね、バラエティで太田さん単体で呼ばれることも増えてきてるんで、まあそんなこともないんですけども、まあでもそれでもですね、やっぱりその影の功労者なんですよね。ジャングルポケットを影で支えてきたのは太田さんで、そしてね、全、えー、面に出てですね、活躍するのが斉藤さんでですね、そういうね、立ち回り だったので ね、こういう風にね、陰でね、頑張っていた人がですね、最終的にですね、何もかも仕事を奪われてしまうっていうのは、なんとも悲しいところがありますよね。はい。で、続いてですね、おたけさんですね。はい。おたけさん、なんて言ってるか。えー、謝って、えーあ、じゃあ、この度は斎藤真二が起こした行動におきまして、被害に遭われた方、関係者の皆様、ジャングルポケットを応援してくださってる皆様に、心からお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでしたと、えー。正直、まだ感情が追いついてなくてどうしたらいいのか分かってないですと、えー。謝っってて許されるることでではないいのは分かっているんですが本当に 申し訳ありませんでしたなんでこんなことになってしまったのか強い苛立ちと悲しみが込み上げていますと太、えー、田とこの後どのようにやっていくのかまだ話はできていませんが1つずつ僕らにできることを一生懸命頑張っていきたいと思います。おたけっとねはい そうですね。おたけさんもですね、普段はですね、えー、おちゃらけていてですね、みんなからいじられまくるっていうですね、そういうですね、愛すべきポンコツみたいなキャラクターなんですけども、そういう人がですね、こういう真剣な言葉を書いてる段階で、なんかすごい切ない気持ちになりますよね。うん。なんかこのつる強い苛立ちと悲しみっていうですね、ここがね、なんかすごいリアリティがあるところですよね。うん。そうですよね。まあ、正直斉藤さんのこと恨みたいっていう思いもあるけども、でも恨んだところでどうすることもできないしっていうね。うん。なかなかね、理不尽ですよね、本当に。はい。 まあおそらくですけどね、ジャングルポケットとしてのね、えー、今後のですよ、まあ芸人ぜ人生のですね、ね、えー、その障害収支っていうんですか、相当これで減りましたからね、多分数千万、いや、減らしたら億単位のお金が減ったんじゃないかなっていうふうに僕としては思います。うんまあ、普通に考えたらジャングルポケットさんなんでね、これから先ですね、絶対ね、あの、食うに困らず、ね、ちゃんとね、お笑いだけでしっかり金を稼いでいけることは確定していたわけですからね、それをほぼ全部すっ飛ぶわけですから、数千万どころじゃね、ないと思いますけどね、僕はね。はい。 で、でですよ。で、そんな中ですね、これ、デイリー新潮さんがですね、えー、その、まあ、関係者にね、直撃してるわけなんですね。はい。まあ、ちなみになんですけども、デイリー新潮さんの方にはですね、当時はですね、斎藤さんは、その任意の事情聴取の中でですね、えー、性行為があったことは認めつつもですね、合意があったっていうふうに一部否認していたんですね。しかしながら最終的には容疑を認め、今は女性に対して謝罪の言葉をですね、述べているというふうに言ってるんですね。うん、まあ。しかしながらなんですけども、一応別の記事ではですね、斎藤さんがですね、えー、その最後まで 合意の,元のね行為だったっっったてててていいいうう風風にに言るる書ああ記事もあります、はい、だからこの辺はですね、結構ね、記事によって内容が違ったりとかしますね。まあ、しかしながらなんですけども、斉藤さんの奥さんがですね、はっきりとですね、これは合意の上だったんですっていう風に主張の方をしています。はい、だから、斉藤さんもですね、今後はですね、やっぱり合意の上だったっていう形で争って形になるんじゃないかなっていう風に僕としては思いますね。はい、認めちゃうとね、やっぱり相当重い罪になってしまうので。うん でですね、まずですね、誰に直撃したかっていうと、おたけさんですね。はい。で、おたけさんに直撃したのがですね、10月の4日なんですね。で、ちなみに10月の7日にですね、斎藤さんは書類送検されて大きく報じられました。その3日前に記者がですね、おたけさんのもとをですね、訪ねたわけなんですね。うん、でですね、 そこで、ですね、えー、まずおけさんにこう言うんですね、斎、えー、藤さんが休業中ですけども、7月に番組のロケ中に女性暴行した件で捜査を、えー、捜査を受けていることが、えー、原因ではないかと思って取材しに来ました。何か聞いていますかって言うんですね。そしたらお宅さんは、ですね、えー、誰に聞いたんですか、えー、誰かに聞かれて噂で来たみたいな吉本に行って直撃みたいなっていう風に言うんですね、はい。そしたらですね、吉本にも取材依頼書は送っていますって言ったら、ですね、あのあ僕はあの全然あの対象不良って聞いてますって言うんですね。うん じゃあ何かそういったトラブルっていうことは全然聞いたことないんですかって言ったらですね、はい、体調不良で連絡も取ってないんで、っていうんですね。うん、どういう風に体調不良だと伺っていますかって言ったらですね、えー、なんか全息喘息が悪化してるっていう風に聞いて、入院してるっていう風に聞いて、マネージャーにずっと休むって聞いてるんですけど、とか言ってね、言うんですね。うんまあ、こんな感じでですね、えー、普段からですね、まあ、言ってみたら連絡も取ってないし、今回のことについてはですね、全く知らないっていう風に言うわけなんですよね。はい でさらにこう言います。一緒にお仕事をする予定だったのに、いきなりお休みになっちゃったという感じで連絡をもらったということですかって言ったらですね、そうです、そうです。で、連絡が、えー、取れないっていうか、来られなくなって、マネージャーの方からそういう風にして、まあ、僕と太田で動いているというだけではいって言うんですね、うん。ご本人から連絡ありましたが、どういう風に具合が悪いとかとか言ったらですね、ないです。だから、えじゃあ、いきなりですかって言ったら、そうですって言ってね、マネージャーから聞いたのを最後にって言ったら、そうですってね。えー、おたけさんご自身は連絡も取られていないと、そうです、そうですってね。うん えー、テレビでは仲良さ、ゲなナトリオなんですけども、日常生活では結構ね、距離があるんですか、えー、今話を聞いてびっくりしたみたいな感じですかって聞いたらですね、えー、それは事実のことで、まあ今言われてるんですが、まあ僕はとにかく知らないんで、っていうね。はい したらですね、むしろ事実がどうか私たちは確認したかったから伺った次第なんですよ、って言ったらですね、えー、知らないんで、それがもし事実だったら僕もびっくりしちゃうんで、えー、確認するんで予想で言われたんですかって言ったらですね、いや、予想ではなくて、えー、取材で近日中に書類送検か逮捕されるという話を聞いていますって言ったらですね、はぁ、そんなんだったら、いや、僕はその事情,情報をね、聞いてるはずじゃないですか、って言ってね、 全然聞いてないんですかって言ったらね、はい。だからびっくりしたんです。って言ったらですね。うんまあ、こんな感じでですね、おたけさんは最後までですね、まあ淡々とですね、白を切り通したっていう感じですね。うんまあ、ちなみになんですけど、 すで、えー、にですね、おたけさんとですね、大田さんはですね、このね、しばらく前からですね、関係者を回ってですね、ひたすらですね、謝罪にね、えー、しまくっていたらしいんですよね。謝罪でぐる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 いろんなところを回っていたらしいので、まあ、3日前の段階でおたけさんが何も知らなかったってことはないので、まあ、言ってみたらもう全部わかっていたんですよね。うん。あの、斎藤さんがどういうトラブルになってしまってるのか。そして、なんだったらもうジャングルポケットをですね、やめるとか、そういうとこまで話が言ってたのかもしれません。まあ、しかしながら、まあ、おたけさんはですね、最後まで白を切り通したっていう感じですね。はい。 で、えー、続いてがですね、えー、その、斎藤さんのですね、お母さんですね。はい。お母さんにですね、ちょっとね、また記者が話を聞きに行きました。で、こう言いました。えー、今回のお休みの理由は体調不良なんですかって聞いたらですね、そう聞いています。それで、厄払いしたんです。私、あの子、厄年ですから。って,ってですね、はい。なんと、お母さんですね、厄払いをね、したんですね。うん、息子のためにも。はい。で、これに対してですね、息子さんのことを思って、お優しいですね、つっ,ったら、いえいえ、って言って、お母さんが笑ってるわけなんですね。うん。 で、体調不良が理由とのことですが、お母様はどなたからそう聞いたんですかって聞いたらですね、発表っていうのあったでしょとにかく事務所に聞いてくださいと、はい。もう少しだけお願いします。体調不良が理由であるとご本人からはって言ってですね、そう聞いていますよって言ってですね。うん、お母さんと新次さんは大変仲睦まじいと伺っています。かつてテレビなので2、3日ごとに電話で連絡を取り合っていると、はい、今もそうですよと。そうすると直近で新次さんとお話したのは、あ数日前ですと。 その時、今回お休みする理由は、体調が良くないからと、新次さんからお母様は聞いたんですよねって言ったらですね、そうですよ、と体調不良以外の理由はって言ったら、聞いてないですよ、と。はい。そしてですね、ここで書類送検された件についてですね、聞いてみたわけなんですね。うん、あの、女性問題とか聞いたことありますかって言ったら、いやーないないないわよ、っていうふうに笑いながら言うんですね。いやーでもね、トラブルがあったと聞いたんですよ、って言ったらですね、ないわよ、そんなことは聞いてません、って言うんですね。うん じゃあ、やはり息子さんから聞いたのは体調不良だけですかって言ったら、そうよ、そうよ、っていうふうにね、言うわけなんですね。うん。まあ、そんな感じでですね、取材は終わったっていう感じです。はい。 まあだからですね、この内容から察するに記者の方も言ってるんですけども、お母さんは本当に何も知らなかったっていう感じみたいです。うん。だからお母さんは本当に何も知らなくて、ただただ息子がですね、体調不良で休んでるってことを聞いたんで、役払いにわざわざ子供のために行ったっていうことですね。うん。だからここはおたけさんとの違いですよね。おたけさんは全部わかってるんだけども、知らないふりをしていて、お母さんは本当に何も知らなかったっていうね。だからそう考えるとね、お母さん何も知らないこの状況からね、7日に急にね、書類送検されました。性的暴行バーンっていうふうに出るわけだから、 なかなかね、厳しいものが、うん、ありますよね。はい。うん、本当に体調不良だと思ってね、役払い行ってたっていうところも含めてね、なんかやっぱりこのお母さんの優しさっていうかね、母の愛と言いますか。でもだからこそね、この数日後にですよ、ね、自分のね、愛する息子がですよ、皆さん、2、3日に1回い電話するってなかなかじゃないですか、ね。 それはさ、なかなかね、あんないい年にくしたね、男はですよ、お母さんと2、3日に一回電話なんてしませんからね。だから相当やっぱり仲が良かったと思うんですよね。から察するに、急にね、その数日後にですよ、自分のその愛する息子がですね、女性に対して性的暴行、書類送検、吉本契約解除、ドーンっていうふうに一気に出るわけだから、いやー、なかなかね、ちょっとこれは、うん、なんか読んでて悲しくなるというか、辛い気持ちになる感じでしたね。うーん で、最後がですね、えー、妻でタレントの瀬戸沙織さんですね。はい。まあ、沙織さんはですね、まあ、結局ね、えー、さっきも言った通りですね、えー、同意の上だったっていうふうに SNS で主張の方をされていますね。で、これに対してですね、週刊新潮と申しますって言ったら、はい。っていうふうにでてですね。瀬戸沙織様のお電話でお間違いないですかって言ったら、はい。旦那様の斎藤様が、はい。で、女性から被害届を出されていると伺っていまして、はい。と言っ,言って、言ってですね。そのまま、いや、お話しすることはありませんって言って、電話をガチャっていうふうに切った感じですね。うん。 まあこんな感じでですね、瀬戸さん、まあ、奥さんは一切ですね、話を聞くこともなくですね、すぐさま電話を切って、はい、おしまいっていう感じですね。うんまあ、こんな感じでですね、どうですかね、皆さん。結構三者三様ですよね。すぐさま電話を切った妻、そして何も知らなかった、本当に何も知らなかったお母さん、そして全てを知ってるんですけども、一応対応はしつつ、何も知らないというですね、まあ、らばっくれ続けたおたけさんというですね、まあ、三者三様な感じになったんじゃないかなというふうに思います。うん えでですね。うん。でですね。はい。まあ、今後ですね。一体どうなっていくのかってことについてね。ちょっと最後に触れたいわけなんですけども。まあ、一応ですね。このね、動画の冒頭でも言いましたけど、斎藤さんが認めたって言ったりだったりとか、やっぱりその弁護士を立てて戦うって言ってたりとか、いろんな情報がですね、結構正直今錯綜してるわけなんですよね。まあ、しかしながら僕が思うになんですけど、おそらく、その斎藤さんは一回ですね、その警察の方では認めた。だからこそ書類送検されたと思うんですけども、その後なんですけども、やはりですね、意見を変えてですね、奥さんと共に戦うっていう風なスタンスになったって、 って考えるのが、僕はですね、一番正しいのかなっていうふうに思います。はい。まあ、やはりですね、もしもこれがですね、まあ結局、その最終的に起訴されてしまうとですね、不同意性交罪なので、懲役5年以上は確定なわけなんですよね。となってくると、まあ普通に考えたらですね、まあ戦う、もしくは、え、時短に進むの、大体2択なわけじゃないですか。ね、そうすることによって執行猶予をつけてもらうか、それか無罪にするかっていう、この2択しかまあ基本的にはないわけなんですよね。はい。そのままですね、 言われるかもでにですね、懲役5年確定っていうのは、多分ね、まあ、なかなかね、しないと思うんですよね。最後まで抵抗するはずだと思うので、ってなった時に、まあ、奥さんのこのスタンスから察するにですね、まあ、夫婦でしっかりと戦うっていう風にしたのかもしれません。はい。まあ、しかしながらね、結構戦うっていうのもね、リスキーですからね、うん、時間を狙った方がですね、まだね、なんかこう、ディフェンシブな戦いとしていい気がしますけど、やっぱりね、無実を取りに行くっていうのは、オフェンシブな戦いなわけですからね、オフェンシブな戦いということは、つまり何かっていうと、まあ、ハイリスク、ハイリターンと言いますか、ね、見事無実をね、 え、とって、何の罪もなかったっていう風になるのか、それかですよ。それか、性加害をしたにもかかわらず、最後まで、ね、無実だっていう風にですよ。わめき散らしてですね、えー、嘘の供述をして戦って、でも最終的にはそれが認められずに懲役いくっていうですね、一番最悪なパターンになる可能性ありますからね。まあ、何にせよですね、斉藤さんがどのように今後戦っていくのか、それちょっとね、それをね、見と、えー、見守っていきたいかなという風に僕自身思っております。はい。えー、というわけでですね、今回はこの辺で終わります。この話で,ですね、ちょっとも共感してくださった方よかったら高評価、チャンネル登録です、ね、精ねコメントになりましたらぜひよろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。